秋篠宮家は、久人様の卒業後の進路や過去様のご結婚に関する話題で引き続き注目を集めています。一方で、かつて前例のない逃亡劇を繰り広げた小室夫妻にも新たな動きがあったようです。どうやら、小室圭さんがニューヨークの路上で酒に酔った状態でとんでもない行動に出たという話が広まっています。今回は、 現地で何が起こっているのかについて書かれた記事を紹介し、その詳細を解説していきます。まず最初に、カコ様が結婚できない本当の理由について述べます。カコ様は、ギリシャからの公式訪問を終えた直後から結婚の話題が急浮上しています。皇室ジャーナリストによると、4月13日に霞海間で行われた旧家族の親睦団体の会合に、 加古様もこっそりと出席されたことが注目されるきっかけとなったようです。島塚は鎌倉時代に起源を持ち、薩摩を領していた名家であり、明治時代には公爵に劣せられました。また、昭和天皇の妃である皇順皇后の母方の家系もこの島塚に由来します。上皇后様が、加古様にこの会合への参加を促した背景には、 姉であるマコさんの結婚により家族との関係が悪化したことがあるとされています。マコさんの結婚後、カコ様は、私の結婚は国民に納得してもらえるものでなければならない、という思いを強くされているとのことです。そのため、カコ様が皇室の伝統を重んじつつ、適切な結婚相手を見つけるためにどのような選択をするべきかを深く考えているようです。一方で、 島塚の一部の親族からは、この結婚に対して強い反対意見が出ているとの情報もあります。彼らは、過去様が小室家と縁を結ぶことだけは避けたい、と述べており、結婚の可能性を低くするために男性側に婚活を進める意見さえ出ているそうです。小室圭さんの影響力は大きく、今回は台にぼっている、温厚なメガバンカー、とは対照的な存在として見られています。 さて、6月13日、小室圭さんは、シェラトン、ニューヨーク、タイムズスクエアホテルで開催された非営利団体、ジャパン、ソサエティの年次版参会に出席しました。この団体は日米の文化交流を促進することを目的としており、多くの日系企業や日本に進出している米国企業が参加しています。今年に入って、 小室さんが所属する法律事務所もこの団体に加入したことが話題となり、現地の日本人社会でも注目されました。年次晩餐会はこの団体の中でも最大のイベントで、最低でも2000ドルの参加費用がかかります。晩餐会が進むにつれ、小室さんは酒の影響で声が大きくなり、自身の仕事内容やアメリカと日本の社会情勢について熱伝を振るっていたようです。 周囲の人々は有名人である小室さんに興味を示しつつも、彼の様子を気にすることなく楽しんでいたとのことです。年次版餐回は約3時間で終了しました。会が終わると、K さんは一人で、ふらついた足取りで会場を後にしました。以前の K さんは、現地の日本人と積極的に関わることは少なかったのですが、最近は街で声をかけられても気さくに挨拶をするなど、 態度が明らかに変わってきています。ニューヨーク州の司法試験に3度目で合格してから、もうすぐ2年が経とうとしています。日本人社会にしっかりと根を張り、多くの顧問先を獲得して、一人前の弁護士として認められたいという気持ちが強くなっているのかもしれません。小室圭さんの態度は変わらず厚かましいものが見受けられますが、 まだマコさんの手元には日本の税金が流れているという情報もあります。やはり、金銭の流れを詳しく調査する必要があると思います。最近の皇室事情についてですが、次に昨年大きな話題となった岸野の三宅に関する金銭疑惑についてお伝えします。岸野の三宅は現在も多くの公務に携わっており、 秋篠宮さまは山品鳥類研究所や日本動物園水族環境会など、18の団体の総裁職を務めているのが現状です。そんな秋篠宮家について、週刊文春が秋篠宮さまの側近とされる人物が100万円の賄賂に関する訴訟を起こしたと報じ、波紋を広げています。週刊文春の記者は、この問題が2020年、 京都嵐山の夏の風物詩である海見物の屋形船を運営する会社が抱える問題から始まったと述べています。会社側は、前社長の不明瞭な支出を指摘し、1100万円の損害賠償を求めて提訴しましたが、その裁判で提出された2018年の帳簿に、秋篠宮様へ100万円、という記載がありました。前社長は、 100万円を手渡した相手が山品鳥類研究所の所長だった奥野拓司氏であると主張しています。奥野氏は、岸野の宮様と共著の専門書を出版したこともあり、鳥類研究における側近として知られています。裁判は現在も進行中で、判決は3月にも下される予定です。前所長は、迂回のイベントに秋野宮様を招くために奥野氏に金銭を渡したと主張していますが、 取材によると前社長と奥野氏の主張は食い違っており、金銭の流れは不透明なままです。宮内庁は岸野宮様が100万円を受け取った事実を否定していますが、今後この問題がどうなるのかは見通しが立っていません。一昔前はこのような金銭問題が報道されることはなかったと思います。秋篠宮家に焦点が当たるようになり、 隠蔽されていた問題が次々と明るみに出ていることを考えると、京成の時代には多くのことが隠されていたのがはっきりとわかります。おそらく今後も秋篠宮家からは様々な疑惑や不正が出てくるでしょう。悪いことは言いませんが、早めに功績を離脱する方が賢明だと思います。次にこれまでたびたびアルコール中毒疑惑が取り沙汰されてきた秋篠宮様についてです。 最近では、紀子様が秋篠宮様のメタボリック症候群を気にされているようです。秋篠宮家の料理番の一人は、取材に対し、秋篠宮様は若い頃から細身で、大きな病気に悩まれることもなく、これまで公務に励んでこられました。しかし、昨年のお誕生日を前にした記者会見では、現在の体調はそこそこ、とおっしゃっています。 最近は、公務多忙気はめ運動量が減るとスタイルが崩れるのではないかと心配されているのかもしれません。と述べています。また、上皇陛下も心臓の病気を患われたことがあり、循環器系の疾患を予防したいという思いは、秋篠宮ご夫妻も年々強く感じているのではないでしょうか。実は、ま子さんの結婚騒動以降、秋篠宮様が深酒されることがあり、 周囲が心配するほどでした。最近では狩猟も控えめにされ、体調についての不安もないと言われていますが、実際のところ、秋篠宮さまは今でも毎日のように多量にお酒を飲まれています。かつては飲酒後に酔っ払ってマコさんやカコさまに暴力を振るわれることもありました。しかし、マコさんはニューヨークに移住し、 カコ様に対しては一度暴力を振るわれた際に警察に通報されたことがあり、それ以降、カコ様に手を挙げることはなくなりました。その代わりに現在、犠牲になっているのがヒサヒト様のようです。キコ様からの失席を避けるため、秋篠宮様はキコ様の見えないところで、ヒサヒト様の太ももをつねったり、勉強やスポーツができないと罵ったりすることが多くなっているようです。 私が料理番をしている際にも、そのような場面を目撃しました。最近では、ネット上でも久さ様の表情が暗い、元気がないといった指摘がされていますが、その原因の一つとして秋篠宮様による巧妙な虐待行為が関係しているかもしれません。また、ま子さんが家庭内で虐待を受けていた可能性についても言及されています。専門家の矢川冬氏は、 マコさんが家庭内で虐待を受けていると仮定すると、その程度は不明ですが、本人が PTSD ではなく CTSD と述べたことから、性的虐待も含まれていると考えるのが妥当でしょう。そのことを小室圭さんや彼の母親に打ち明け、二人の同情でマコさんは癒された気持ちになったのではないでしょうか。だからこそ、この三人の結びつきが強くなったと考えられます。と述べています。 マコさんと小室圭さんの結婚に対する否定的な意見が多かったものの、秋篠宮さまの虐待があったことを前提に考えると、三人の結びつきが強まるのは当然とも言えるでしょう。この件については、証拠がない限り、秋篠宮さまの性的虐待を否定することは難しいかもしれません。これまでにも発言が物議を醸してきたことから、 マコさんが日本を離れた理由の一つが父親に対する嫌悪感であった可能性も考えられます。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。